こんにちは、純也です。今日も頑張って植え替えやっていきます。で、今日の植え替えはですね、こんな感じ。まずこれ、ソーラン祭で買ってきたナベリンプランツさんのところで買ってきたアロイノプシススクーネーシー。少し前まで花が咲いていたので、あんまいじらない方がいいかなと思っていたので、ポリポットに入れたままだったんですけれど、花が一通り咲き終わったので今日植え替えます。植え替えなんですけれど、ちょっとね、あ、そうそう、これ開根性目線なんですよ。なので開根の出来具合によってなんですけれど、植え替えはセラアートの 2.5 かセラアートの3号、どっちかに植え替えていきます。まずこんな感じ。そして次にみんな大好きケラリアピグマヤです。天気規格のケラリアピグマヤ2つ、これを植え替えます。鉢の硬さを確かめると、そんなにカチカチになってないんですよね、こっちも。なのであまり開根が育ってないと思うんですよ。こちらも抜いてみて確認はするんですけれど、このまま植え直しをするか、この EG スリット 90L にするか、セラアートの90深鉢にするか、どうしようかなって考えてる感じです。こっちの EG スリット 75L に植え付けてあるケラリアピグマヤも植え替えます。こっちはですね、ちょっと動画だと分かんないかもしれないんですけど、若干鉢が歪んじゃってるんですよね。つまりは中でいい感じに開根が育っているはずなんですよ。なのでこちらは純粋に鉢増しっていう感じで EG スリット 90L に植え替えていきます。最後にこの大物、オペルクリカリアパキプスです。で、これはですね、去年2023年の秋頃にこの鉢、プレステラの 120L か 120L に植え付けたんですけれど、こっちもね、あ、これでわかるかな、この辺がちょっと膨れ上がってるんですよね。つまり中でいい感じにパワータンクが育っていると思われます。抜いてみて、もしパワータンクをこう切って根差しができるようであれば、切ってその根をまた別の鉢に植え付けていこうかと思っています。で、その切ったこれはですね、この鉢に植え替えていきます。杉山さんが代表をやられているバンクスコレクションのすごい長い鉢です。という感じで今日の植え替えプランはこんな感じです。それでは早速植え替えを開始します。まずはこれ、アロイノプシススクーネーシーから植え替えていきます。ポリポットから出していきましょう。あれ、やばい、割と乾燥させていたつもりだったんですけど、土の中がちょっと湿ってますね。はい、抜けました。で、開根はどれぐらい成長しているでしょう。開根はこれぐらい、直径で 1.5 センチから2センチぐらいの開根ができていますね。この大きさでこれぐらい開根ができるんで、まあいわゆる開根植物好きな方にはおすすめできる開根性目線、アロイノプシススクーネーシーです。なんですけど、なんかいまいちまだ人気が出ないんですよね。めちゃ可愛いんですけれどね。じゃあさて、これはどうしようかな、なんとなくセラアートの 2.5 で良さそうな感じがしますね。それではアロイノプシススクーネーシーはセラアートの 2.5 に植え付けていきます。こんな感じ、いいですね。植え付けやっていきます。植え替えやっていこうかと思ったんですけれど、なんかね、ずっと中腰だと腰痛が爆発しそうだったので、簡易的なテーブルに置いて植え替えを続けていくことにします。さあ、それでは本当に植え替えやっていきます。古くなった下葉は取っていきます。下葉と古い葉をちょっと整理しました。これで開根がどれぐらい育っているのか分かりますね。こんな感じです。さあ、それでは
これに植え付けていきます。あ、やべ、刃を竹串で刺しちゃった。気をつけないと、やばいな。よし、とりあえずアロイノプシス救うねし、植え替え終了。それでは次、ケラリアピグマエア。これはですね、島村園芸さんで買ってきたやつですね。ソーラン祭の帰りに寄った島村園芸さんで見つけて買ってきたケラリアピグマエアです。さて抜いてみましょうか。おお、抜けました。お、見てください、結構いい開根が育ってますね。おお、すごいすごいすごい。2022年に種をまいたケラリアピグマエアだそうなので、今年で2年目になるのかな。そんなケラリアピグマエアです。これは本当にそのまま鉢上げで EG スリットの 90L これに植え付けていきましょうね。こんな感じ、うん、これは問題ないでしょう。じゃあ植え付けていきます。はい、ケラリアピグマエアの植え替えも終了。さあ、この株はオス株かメス株なのかわからないんですけれど、そろそろ花が咲いてもいいかななんて思いますよね。ということで2株目ケラリアピグマエア植え替え終了です。次はこれ、天気規格のケラリアピグマエア、これを植え、ちょっと待って、花が咲いてる、花咲いてる、ここ花が咲いてますね。でこれ見ると花粉が乗ってそうな気がするんで、この株はオス株ですね。わ、すげえ、初めて花が咲いたかなこの株は。やりました、花が咲いてます、ケラリアピグマエア。いよいようちもケラリアピグマエアの開花シーズンがやってきたってことでしょうかね。ということでこの株植え替えていきます。いや嬉しいな、ほんと花が咲いてめっちゃ嬉しい。おお、これもいい開根が育ってますね。将来有望です。さてこれを何に植え付けていこうかっていうところなんですけれど、 EG スリット 90L、 あ、これでも良さそうですね。 EG スリット 90L もしくはプレステラ90深鉢。どうしよう、どうしようかな。こっちでいいかな、 EG スリット 90L こっちに植え付けていきます。あ、ちょっと葉の整理とかやっておこうかな。よし、これぐらいでいいか。じゃあ、おーすごい、見て見て見て、こんな感じですよ。すごい育ってるな、さすがリトマンさんのケラリアピグマエアの種です。よし、いいですね、これに植え付けていきます。
よし、植え替え終了。一株目の天気規格のケラリアピグマエア、ここに花が咲いてるやつです。いやいいね、花が咲いてるの。こんな感じです。次、これも天気規格のケラリアピグマエア、さっきのと同じ日に種をまいたやつですね。これなんですけど、少し前にこの辺の葉をむしったんですよ。そしたらなんかちっちゃい葉がわさわさと生えてきてます。かわいい。じゃあこれも抜いていきましょう。うわー、これも結構な開根が育ってますね。こんな感じです。すげえな、めっちゃ開根育ってる。これもEG スリット 90L でいいかな。そうですね、 EG スリット 90L に植え付けていきます。めっちゃ開根育ってます。よし、植え替え終了です。あ、そういえばこれはまだ花は咲いてないかな。なんかこの辺花が咲きそうな雰囲気はあるんですけれど、花は咲いてないですね。はい、ということで3株目のケラリアピグマエア植え替え終了です。こんな感じ。さて、それでは最後の植え替え、オペルクリカリアパキプスです。これそう、プレステラが結構張ってるような気がするんで、パワータンクも育ってると思うんですよね。それでは抜いていきましょう。どれぐらいパワータンクができてるのか楽しみですよね。あ、そうそう、あとこのパキプスの枝の生え方がちょっとね、横に広がっちゃっているんで、なんか上の方向に向けたいんですよね。なんかいい方法ないかな。やっぱ剪定するしかないんでしょうかね、こういう場合は。お、抜けてきました、抜けてきましたよ。おおっと、すごいぞ、すごいな。なんかこんなパワータンクができてますね。これはどうしようかな。なんかうまく切り離せてパワータンクで根差しできるかなとは思っていたんですけれど、どうしよう、どうすればいいでしょうね。これはちょっと切り離すのは怖いぐらいにかなりこう太くつながっちゃってますね。どうしようかな、どうしようかな。で、植え替えていくのはこのバンクスじゃないや、バンクスコレクションの長い鉢で、こんな感じに、全然ちょっと画角に入らないんですけど、こんな感じで植え付けていこうかと思うんですよね。これはパワータンクは切り離さずに、今季はこのまま育てていきましょうかね。来季植え替える時にまた抜いてみて、新たなパワータンクができていて、もし切り離すことができるのであれば、そこで切って根差しチャレンジをやってみましょうか。そうしましょう。ということで今回はこのままさっきのバンクスコレクションの鉢に植え付けていきます。決まり。よし、こんなところでしょうかね。
ペルクリカリアパキプス。おわ、全然画角入ってないな。ちょっと画角変えましょうか。なんかあんま変わってないな。はい、ということでオペルクリカリアパキプスの植え替えも終了しました。こんな感じです。こんな感じ。さあ、それでは今日の植え替えは一通り終了しましたね。ちょっとテーブルの上を整理して植え替えたものたちを並べてみます。はい、今日植え替えたものたちです。アロイノプシススクーネーシー、ケラリアピグマエア、それが3つ。そしてちょっと枠に入りきれてないんですけれど、オペルクリカリアパキプス、この合計5つ植え替えました。はい、といった感じで今日のゆる園芸はこの辺で終了です。こんにちは、じゅんやです。今日もですね、 LSK フォトウォークデイ2に行ってきます。で、今日はですね、その LSK フォトウォークデイ2に写真を展示している5名、ドリキンさん、石井智彦さん、西田渡さん、カズさん、常さん、5名が在廊しているそうなんですよね。で、前回のデイ2に行った Vlog でも話をしたんですけれど、デイ1の時の写真集にサインをドリキンさんのだけもらってなかったんですよ。石井智彦さんと西田渡さんのサインをもらってるだけで、ドリキンさんのサインがないんですよね。なので、もしチャンスがあれば今日ドリキンさんにデイ1の写真集にサインもらいたいななんて思って持ってきましたけどね、めっちゃ苦手そうなんで、サインもらえるチャンスはないかもしれないですよね。うん、とりあえずLSK フォトウォークデイ2行ってきます。さすが土曜日、キャットストリートめっちゃにぎわってます。到着、 LSK フォトウォークデイ2。カズさん、おー、ドリキンさんがいた。こんにちは、久々です。久しぶりです。久しぶり感全くないけどそうなんです。そうなんですか。ドリキンさんです。今日はよろしくお願いします。じゃあお邪魔します。ポップマート行ってきたんですか。まだ行ってないよ。僕でも朝若干ちょっと見てきちゃった。マジで、うん、あ、ずるじゃあデイ1の写真集にドリキンさんにサインしてもらいます。よろしくお願いします。よかった、はい、ジュンさんに会えてよかった昨日来られたやつだから、あれ、すれ違ったと思って。そうそう、なんかそう、自分が帰った後に寄ったみたいですね。でもね、一瞬だったんですよね、うん、あ、そうなんですか。うん、ウェイ、ドリキンさんのサイン、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、これで3人分のサインが揃いました。はい、今日は、はい、どうもでした。今日の締め終了です。今日ミッションクリア素晴らしい。そう、ミッションクリア、OK、です。あ、そうです、はいはい、素晴らしい。ありがとうございました今日もめっちゃにぎわってます。来た来た、 X4 でで、うわー、 X4 これほぼほぼ初始動ですか。マジで、はい、まだだって開封して使い道がまだないとりあえず なんか意味もなく撮るんじゃないですか。いやいやいや、なかなかね、うん、チャンスがない。そう、渋滞してて、うん、今撮ってます。でもこれで全方位撮れてます。これで後でソフトでリフレームしてからってやるんですよね。 それがちょっと悩んだんですよね。いや、それが新しいやつだと、うん、今までは1クリップごとにやらなきゃいけなかったんだけど、うんうんうん、全部タイムライン並べていけるようになったから結構いけると思います。楽、うん、だ、まあ、楽かって言ったらそうなんですよ。でも1個かます全然いけると思います。かまさなきゃいけないですよね。すげえ、これ最大 8K 今 8K で撮ってる。 8K で撮ってる、やば、おっさんが 8K で撮られてるまあでも 2K で切り出すから結果的にはまあなんか、すごいな。 4K よりはちょっと低いぐらいになると思いますけど。重さはカバーがで、はい、ああいいですか、持って、うわ、やべ、あ、軽い、あ、うん、ちょっとだけ適度にあの、うんうん、重量感はあるけど、はい、うん、相対的に全然軽いですね、うん。これが3に比べて太くなってますね。ただね、 X3 この間誰かが比較してるの見たら、ああ変わんないんだと思う、うん、ちょっとだけ高さが高くなったぐらいなんですよね、うんうん、
これがついに Vlog カムの新たな星となるか。確かにこの明るさがあれば全然、うん、そうそう。 F 的にはどれぐらいなんですか、うん、F いくつなんだろう。 1.9 とか。あ、それぐらいですか。明るいっすね。みんな詳しい。めっちゃ本当詳しい。あ、消えちゃった。これが本当なんですか。 あ、そうなんですか。あ、そうかそうか。その2カメのね。え、でもそれ2眼でやってるんじゃないですか。インスタ360 X4 8K カメラでした。ハーフで使えるじゃないですか。BSM のメンバーが大集合です。でも真ん中行けない。若くてやべえな。確かにそう考えたらその頃がめちゃめちゃ若いってことなんですよ。24 LSK フォトウォークデイ2 2回目でした。いや今回も楽しかったな。今日はですね、写真をたくさん見るというよりは人と会う方向でちょっと楽しんでました。まずはドリキンさんにお会いしてデイ1の時の写真集のサインをいただいたりとか、あとは BSM の面々の方々とちょっといろいろとお話をさせていただきました。ということで LSK フォトウォークデイ2 2日目もめちゃめちゃ面白かったです。